なんだこの資料は。なんだったらできるんだお前は。申し訳ありません。お前はあれか、息吸って吐くことしかできないのか。呼吸程度しかできないなんてお前は本当に使えない。や、呼吸ってめちゃくちゃすげえから。は？俺すっごい頑張ってるから。え？抵抗ペンギン。肺になるとどうなるのか。は、肺？肺。なんで肺が現れて。女子、お前は知らない、俺がどれだけ働いているか。お前は膨らんだり縮んだりしてるだけだろうが。なら俺が1日に何回呼吸してるか知ってるか。はい、知らないが。平均2万回だ。そんなに。ああ、俺たちは24時間年中無休労働だからな。某企画よりブラックだ。呼吸のエネルギー。たかが呼吸だろう。その程度で仕事した気になるなよ。その程度。お前、呼吸がどれだけ重要な仕事か知らないのか。重要な仕事。ああ、それはエネルギー生産だ。本体、そこにあるパンを食ってみろ。ああ。さあ、内臓を見てみろ、上司。あ、納品来たね。じゃべじゃべっと。人は一人じゃ生きていけない。だから誰かを愛するのよ。なんか出てきた。炭水化物を分解してできた有機物だ。どこかにいい男いないですかね。あっちでいい男見かけたよ。マジですか。早い者勝ちです。急がないと。これでよしっと。あれ、僕なんでここに。酸素、お前は出会いを求めてるな。聞く。確かにフラフラしてないで身を固めないとって思ってますけど。いや別にいいだろう。空気中フラフラしてるのが酸素だろう。そこの居酒屋で出会いがある。俺はそんな気がするぞ。ほんまですか。すぐ行きます。これでよし。ここが居酒屋ミトコンドリア。名前の癖がすごいな。ペンギンさん、ここで出会いやる言うとったけど。あ、イエス、フォーリンラブ。なにこれ。あの二人くっつくの早かったね。ま、あいつら相性いいからな。二人ともありがとうございます。これ引き出物です。私たちがくっついた時に余った水と二酸化炭素です。いらないだろこの引き出物。ありがとう、後で捨てておく。ありがとう、後で捨てておくね。しかも捨てちゃうのかよ。二酸化炭素捨てるのは俺の仕事だから。あとはくっついた時にエネルギーも生まれてて。ありがとう、こっちは大事に使わせてもらう。って感じでエネルギー生み出すために毎秒カップル生み出してるから。お前の仕事マッチングアプリなのかよ。肺の大きさ。この仕事頼むぞ。すいません、今手いっぱいで。お前は器が小さいな。え？こんぐらいやってくれてもいいだろうが。そんな器の小ささではどこでもやっていけない。や、俺器大きいから。また出やがって。驚くぐらいでかいことを知らないのか。だからお前に言ってねえんだって。確認してみろ女子。でかいってそりゃ臓器の中ならでかい方だろうが。よく見ろ女子。ん？で、うわ、キモッ。実は俺は3億個の細胞で出来上がっているんだ。しかもなんか風船持ってないか。肺胞と呼ばれるものだ。これで肺の表面積を増やし効率的に酸素を取り込んでいるんだ。だから広げるとなんとテニスコート1枚分もの面積になる。いやでっか。そんなものが体の中に詰まってるなんて。どうだ上司、器がでかいだろ。分かったら早く俺たちに謝ってくれるか。ん、謝り方もわからないか。一番でかいのはこいつの態度じゃねえか。筋肉がない。なんだ疲れ切った顔して。一人暮らしが大変で。何甘えたこと言ってやがる。俺だって若い頃は何の支えもない状態で頑張ったもんだぞ。ああ、はい。まったく、お前は軟弱。いや、俺も支えないから。もうお前はいいって。俺も支えがない状態で頑張ってるから見てみろ。もうサボってんじゃねえか。違う、俺は一人じゃ立ち上がることもできないんだ。あ、俺には筋肉がないからな。な、そうなのか。何の支えもなく24時間365日働いてるんだ俺は。そうか、こいつも一人で頑張ってるんだな。あれ、でもそれじゃどうやって呼吸してるの。ああ、それは OSOS 横隔膜は押したり引っ張ったりして呼吸してる。じゃあお前何もしてねえじゃねえか。量子力学。お前もっとスキルアップ目指せよ。
すいません。もっと高度なことをできるようにだな。いや、めちゃくちゃ高度なことやってるから。あ、実は入って量子力学使ってるから。ええ、前に有機物と酸素をくっつけてエネルギーを取り出してるって話したろ。ああ、お前がマッチングアプリみたいなことしてたやつか。結婚してください。僕でええんですか。はい。なんか逆プロポーズしてる。二人がくっついてエネルギーを生むためには電子を渡さないといけないんだ。だが、でもダメや、受け取れへん。何やってんだ酸素。まさか結婚におじけづいたのか。いや、この居酒屋テーブルがでかすぎて手が届かへん。物理的に届かないんだ。バカなのか。何やってるんですか。ゾウくん、まったく、自分が届けてあげますよ。これで一安心だな。いや、まだ問題がある。ダメです、テーブルがでかすぎて届きません。これでも物理的に届かない。まぬけすぎるだろこいつら。ここで使われるのが量子力学だ。こうなったら、はあ、ワープした。トンネル効果だ。実はこの世のすべての物質は粒子と波の性質を持っている。だから、指輪手元に来たで。よかった。波のように揺らいでいる電子はすり抜けて遠くまで飛ぶことがあるんだ。にわかには信じられんが。ま、ミクロな世界の話だからな。こういった現象を利用して呼吸は成り立っているんだ。めちゃくちゃ複雑なんだな。呼吸はこの世の現象の中でも第2位の科学的複雑さと言われるほど難しく高度な現象だからな。それでもまだ2位なのか。1位は何なんだ。光合成。1位もエネルギー生産が関わってるんだね。エネルギーを作るのはそれぐらい難しいということだな。ってわけで俺たちは常に高度なことをやっている。なるほど、勉強になった。だからこいつにこれ以上高度なことを求めなくても。だが知らん。はあ、そもそも肺なんだから毎日頑張ってるのは当たり前だろ。そんなことは言い訳にならん。この仕事をやっておけ。クソ、いいから肺ってうなずいておけ。肺だけにな。すまん、お前のことをかばえなかった。いいんだよ、むしろありがとう肺。え、君がこんなに頑張ってたこと知らなかったよ。本体、今日はもう帰って休もう。いや、いいのか。いいんだよ、いつも頑張ってるんだから君も疲れちゃうだろう。はあ、ありがとう本体。くそげ、もっと働かなきゃ生産性は上がらないのに。ちょっとジャーシー、そんなにバカバカタバコ吸われたら困るんですけど。キラン、ストレス発散のために必要なんだ、騙しろ。ならこうなっちゃいますけどいいですね。あ、そうして上司はタバコの吸いすぎで肺がんになった上に不摂生で肺に穴が開いた。仕事と肺に穴を開ける前に肺をねぎらってやることが大事だぞ。返事はもちろん、はい、だからね。しょうもない。コラボイベント開催中。テーペンウォーズに SNS で話題の私立パラノマル高校が登場。某企画のエナドリでリコテアの能力地雷が暴発中。ペンギンたちを派遣して助け出そう。期間限定で特別ボーナスがもらえる。インストールよろしくな。ペチペチ。ファンアートの募集をしているぞ。詳しくは Twitter を確認してくれ。書いてくれてありがとうな。ペチ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 。抵抗ペンギン。チャンネル登録よろしくな。ゲームやるんで今日会社休みます。明日も仕事なのに辞められない。